日本埼玉県埼玉市見沼区東門前、東門前は埼玉県埼玉市見沼区の大技。本校では同地域にかつて存在した北足立郡東門前村についても記す。郵便番号は337-0016。埼玉市見沼区東部の大宮台地上に位置する。かつての見沼の入り江の部分にあたる定地が畜生部の肌や川付近に見られる。東で 東宮下に、西で、蓮沼に、南で、新堤及び大谷に、北で、風渡りのに隣接する。東端を、三沼大洋水島園が通り、西端を、かだ川が流れる。埼玉県道2号埼玉かすか線沿いに2カ所、東部の打線七里駅北方に1カ所、飛び地が存在する。埼玉県道2号埼玉かすか線と埼玉県道322号東門前。 ハスダ線が交差する、七里駅入口交差点の周辺にあたる。見沼大洋水島園の左岸側にあたる、地区東部を除き、市街各駅に指定されている。地内は主に住宅地で、上記交差点付近を中心に、団地や商業施設、商店街があり、比較的繁華である。江戸時代初期、昭法元六年間頃、フットの村から分尊した武蔵国足立軍南部領に、 属する門前村が前進。古くは、フットの里に属していたという。村高は、元禄号町では180国余り、天保号町では178国余りであった。スケは、日光成海街道大門宿に出役していたが、官方法暦年間は、中仙道大宮宿にも、大出役していた。活性期の世帯数は20件余りで、村の規模は、 東西五町、南北三町あまりであった。フットの村の和紙明神社の門前集落であったため、2017年9月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。町域内に鉄道は付設されていない。最寄り駅は東部の打線七里駅となる。ありがとうございます。